ございます。今日はこのまた昭和が一つ聞いていくという現場になりますけども、はいはい、結構物が多い。だってもう今日勢ぞろいやん全員。そうですね。人数も一応18名来て。18名ですよ。ちょっとあの一応幸いちょっと向かいの敷地は家主さんに借りれたので。あ、ここ行けた。はい。ここ荷物。あ、砂漠の。これうちがやった。うちがやりました。はい、そうか。して助かるね。で今日具体的にはどんな注意事項があるの？ね、まあ、言われてるのはもうお茶道具を探すっていうところで、かなり荷物量も多くなってます。で、まあ、長いこと開けてたのと、まあ、お家の状態もあるので湿気もかなりすごくて、ちょっともしかするとダメかなっていうのがあるので、一応2日目の予備日も持ってまして。あ、そうなんや。ただまあできる限り今日で終わらせるという。18人呼んで2日目呼んで予備日あるってことはちょっと大変ないなって今ちょっと改めて気合いなあかんなと思いました。今うまくいくと早いと思いますけど。そうやね、やってみないとっていうところがある。なるほど。みんなが分散して中入れるようになるまではアリムスと一緒ですよ。入り口詰まってたらもう行かれへんからね。はい。でみんなが部屋にバーって入れるようになるまではちょっと部屋なんか働きありになりきるっていう。働きありになりきる。なりきります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張るね。できる限り終わらせる。仕分けていこうか。はい、危ないな。あー、ごめん。この最初のみんなの動き見といてな。はい。マジかよ。あー、床見えた。おー、すぐ見えた。はい。ファーストがかかって無理やな。もう何もかも何もかも置いてるから、片付けた形跡ないでしょ。ないですね。ゴミ袋ないでしょ。はい。だからもう全部そのままなんですよ。そのままためて、そのままためて片付けることがもうできないっていう状態がずっと続いたっていうことが、はい、皆さんも見て分かっていただいたと思うんですけど、はい、もう秩序がないってやつですね。秩序ない。もう 下に新聞紙とかがあると、はい、下で湿気吸って重くなって固まるんですね。はい。でも手じゃね、それを一回か手で掴んでやったら握力なくなるんよ。だからちょっと先こう足でトントンってやってつけろってめくらないと。はい。見た目は悪いけどね。しゃあない。そうですね。どうや、どうや。嘘でしょ。あかんか。ちょっとこう。あげようか。よいしょ。よいしょ。ここが落ちてるんだと。ああ、ここが完全に落ちてるよね。なんで。キーとか分けてる？キー分けてる？オッケー。なあ、すいません。いいな。はい。
やばいっすよ。出したものは外で仕分けてくれてるんですよ。そう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 。だから言ったように入り口で一人が梱包してて、はい、他全員立って待ってるっていう状態を作りたくないわけよ。そうやったら表にバンって出して広げて、はい、みんなで梱包した方が早い。はいはいはい。それがさっきのあのゴミの流れみたいになってるんですよ。そう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 。川の流れみたいなんですよ。急流やったよ。外の様子はどうですか、会社さん。物屋敷っていう感じですね。このこういう現場の、はい、たまにしかできないんで、みんな多分いい勉強になると思います。だからもうぐわっとやっぱりね、はい、スタートダッシュ大事なんで。そうですよね。初めてどんだけさばけるかで、やっぱり後々疲れも溜まってくるんで、全開でいきます。はい、お願いします。はい、えっとね、リサイクルありますか。はい、リサイクル結構ありますね。そうですか。はい、こういうので怖いのが結構やっぱ人気とかがね、マジで今度この勢いに任せて仕分け適当にならないようにだけ気をつけながら、うんうん、それが注意点です。今日庭出てきましたか。はい、なんか、はい、ちょこあっちやらこっちやらから通帳じゃら商品券じゃら。あ、はい、ありがとうございます。どこにでも入れてるから分かんないんですよね。そうですね。お客様に見てもらいます。はい、これは、あ、はい、いただきます。はい、この書道セットはお探しのものに入ってますか。はい、親父がちょっと取っといてくれっていうことで。そりゃそりゃよかった。斬新な乾燥使い方。ミノジョークダンスの中にパイプハンガーがこれこうなってた。こっちのがよう乗るんや。どうなんやな。上に荷物を挟んでしまって、もう多分下に何があるのかも見てた方も多分分からない状態になってると思うんですよね。たまにね、貴重品も出てきたりするので、その辺は徹底に行ってっていう部分ではあるんですけど、はい、あ、こういう感じで。そうです、そうです。こんな封筒とかがね、怖いんですよ。結構こう、危険物が出てくるんで。結構出てきてる。気をつけないと。はい、タッパーが火事になったりするんですよね。しっかり仕分けしてやっていきます。はい、これやばくない？食べ物っぽい。食べ物？トイレの横にあるし。お客様のお探しのものですね。そうですね。書道の道具というか、ちょっと一旦このまま入ってきます。はい、これがバチックの作りですね。これが探せたやつやな。この辺が茶道具。よかったです。よかったです。開始1時間でかなりスッキリしたように見えます。ライブに高くほぼ見えました。はい、あとやっぱこの食器棚、冷蔵庫をやらんと上の荷物が、あ、そうか、下ろしていくスペースがないんですよね。そうですよね。開けらんと2回入るまでにここはもうガッてやって出してしまいたいなっていうところです。でも冷蔵庫ちょっと匂い苦手なんじゃないですか。ここはスキルアップしてだいぶ強くなりました。工具機械、また今回で、ね、その周期判定士っていう資格を取ることにあたって、効率よく消臭作業を完了遂行できるように、うんうんうん、はい、今年の抱負は目指せ消臭の鬼になりたいと思います。この前の、あの動画で見てましたもんね。はい、あ、そういうことやってた。
なんか動画のコメントで、うん、こういうゴミ屋敷状態になってるお母さんがまだ住まれてるって時に、うんうんうん、まあ、物を捨ててくれないと、うん、逆にしたら怒ると、うんうん、いう風などうしたらいいですかっていうコメントもよく来るじゃないですか、うんうんうん、そういう時はアドバイスというかそういうの送られてますか。要は親が捨ててくれへんやろ。はい、正直言ってその魔法の言葉はないんですよ。こうやったらお母さん納得するっていうのはないんです。はい、だから、はい、長生きしてほしいからしてほしいっていうことを言わないといけないんですよ。親はいつまでたってもやっぱ子供は子供なんで命令されたりボロクソ言っちゃうと、はい、やっぱ嫌やんか。だから片付けようと思っててももう意地張って片付けへんようになったりするわけよ。はい、だから切るために片付けてほしいっていうことをちゃんと伝えないとなかなかそこはうまいこといい方にならない。もっと長生きしてほしいからっていうことを正直に伝えるってことですね。そう、そのメッセージをうまく伝えれば、はい、結構うまいこといくと思うねんけど、うん、ここは難しいな。伝え方も考えようはありそうですね。でも中には強行してる方もいらっしゃいましたよね。うん、あれはもう周りに迷惑かけたりとか、うん、そう片付けないとそこに住めないとか、はいはいはい、そういう状況であればもう話は別やからね。絶対やらなあかんねんから。そうですね、うん、あったとしても、はい、ほぼあれ衣類やったら、はい、衣類再利用できるとか、うん、なんか処分代少なくてね、雑誌とかでカチカチで紙として資源ができへんかったら、もう重たいだけの不要物やんか、はい、高鳴るやん、はいはい、そういうので結構僕ら見ますね、内容、ゴミの内容、体積だけじゃなくて、はい、重さどうなのかとか。でもそういうのはお客さん自分ご自身で分からないじゃないですか、うん、だからそういう時やっぱり見積もりをね、見積もりは無料ですか？見積もり無料です。アドバイスも無料です。分からなかったら聞いてみるだけでもいいと思うんですよ。そうです。はい、僕の相談も無料です。え、僕の相談無料だった？あ、面白いな。今下にあのメール貼ってます。メールです。一回終わりました。おー、すごい。お、今回の片付けの経緯とか、もともとご家族で、ああそうですね、もともとねここ平屋やったんですよ。あ、そうなんですか。4軒のね、長屋の、あれ多分60年近く前に2階を建てました。へえ、それで僕が高校の時までは僕も住んでて、あとは夫婦で住んどって、おかんが3年ぐらい前に施設に行ったんでね、はい、ここが多分20年ぐらい一人で住んでたんで、それから
こういう状態に徐々になっていったみたいな感じで、お母様がそしたら引き取るのがちょっと大変になってきた。そうですね。でもここも引き払うことになったんで、はい、自分では片付けられへんから、はい、お願いした。じゃああれですか、なんかたまに来てはちょっとああもう片付けなあかんなっていうのは、まあ、それもそうなんですけど、郵便物とかねここに届いてたんで、はい、それを取りに来たりしてたんですけども、はい、まだ他もちょっとボケかけてるんで、はい、そしたら施設からこっちに一人で来たらね、なんかあさって施設の方に持って行ったりするんですよそれもあるんで、もう完全になくしてもうたら諦めもつくやろということで。じゃあお母さんは今もあの施設の。そうですそうです。じゃあ急に家が片付いてたびっくりされます。いや覚えてるかどうかわからんけど、一応ね納得はさしてるんですよ。もうどうしようもないやろみたいな。納得はさしてるけども覚えてないかもしれんね。あと何人家族だったんですか。3人です。僕と親父、お母さんと3人で。どうなんですか、そのいざ片付けるってなった時にやっぱり自分でやるという選択肢はないですよね。おそらく無理でしょうねこれは僕らが片付けに入ったら、あこんなもあったこんなもあった言うで、今度は見て止まるやろうからちょっと一安心できな、助かりましたちょっとずつだけいるもんあったら言うてやって言ったら、おかんはお茶の道具で、親父は習字の道具、それぞれの他はもういらん。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ご両親がお亡くなりになられまして、うん、息子さんがちょっと今後生活保護を受けられる、紹介、包括支援センターさんということは、何らかの形で事情があって、あ、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、持っていけるぐらい広い、持っていけるのかな、え7畳ちょっとあるんですか。7畳ちっちゃい、ちっちゃいちっちゃいですか、うんうん、よっ、5つ、はい、やばい、結構迷われてますよね。とにかく処分、処分ね、お願いしますね。残したいっていうのを、はいそうですね、はいそうですね、終わりに、うん、2DK パンパンから7畳のワンルームだから、うん、もうすげえあかんのよ、まあ、はっきり言って、はい、一級というのはもう僕らが圧倒するんですよ、お客さんを圧倒したら、スタッフもこっちのペースになるんです、はい、やっぱりこれ、やっぱりこれ、やっぱりこれ向こう行って物置状態になるんですよ、うん